日本に天変地異と言うべきことがいくつも現れてきた。3月13日の雷雨の激しかった夜、帝のお夢に先帝が清涼殿の膝端のところへお立ちになって、非常にご機嫌の悪い顔つきでおにらみになったので、帝がかしこまっておいでになると、先帝からはいろいろの仰せがあった。それは多く源氏のことが申されたらしい。納めになった後で帝は恐ろしくおぼしめした。巫女として他界におわしましてなお、ご心労を負わせることが耐えられないことであると悲しくおぼしめした。太后へお話になると、雨などが降って天気の荒れている夜などというものは、平勢神経を悩ましていることが悪夢にもなって見えるものですから、それに動かされたと外へ見えるようなことはなさらない方がよい、軽々しく思われますと母君は申されるのであった。おにらみになる父帝の目と視線をお合わせになったためでか、帝は眼病におかかりになって重くお患いになることになった。ご謹慎的な精進を宮中でも遊ばすし、太后の宮でもしておいでになった。また、太政大臣が突然亡くなった。もう高齢であったから、不思議でもないのであるが、そのことから、不穏な空気が、世情に醸されていくことにもなったし、太后も何ということなしに寝ついておしまいになって、長く平癒のことがない。ご衰弱が進んでいくことで、帝はご心痛を遊ばされた。私はやはり源氏の君が犯した罪もないのに官位を剥奪されているようなことは、我々の上に報いてくることだろうと思います。どうしても本官に服させてやらねばなりません。このことをたびたび帝は太后へ仰せになるのであった。それは
世間の非難を招くことですよ。罪を恐れて都を出て行った人を、三年も経たないで、お許しになっては、天下の指揮者が何と言うでしょう。などとお言いになって、太后は、あくまでも源氏の復職に、賛成を遊ばさないままで、月日が経ち、帝と太后のご病気は、依然として、およろしくないのであった。明石ではまた秋の裏風の激しく吹く季節になって源氏もしみじみ独り住みの寂しさを感じるようであった。入道へ娘のことを折々言い出す源氏であった。目立たぬようにして、こちらの屋敷へよこさせてはどうですか？こんなふうに言っていて、自分から娘の住まいへ通っていくことなど、あるまじいことのように思っていた。女には、また、そうしたことのできない自尊心があった。田舎の並々の家の娘は、仮に来て住んでいる京の人が誘惑すれば、そのまま軽率に常人にもなってしまうのであるが、自身の人格が尊重されてかかったことではないのであるから、その後で一生物思いをするような女になるようなことは嫌である。釣り合いの結婚をありがたいことのように思って成り立たせようと心配している親たちも、自分が娘でいる間はいろいろな空想も作れていいわけなのであるが、そうなった時から親たちは別な辛い苦しみをするに違いない。源氏が明石に滞留している間だけ、自分は手紙を書き交わす女として許されるということが本当の幸福である。
長い間、噂だけを聞いていて、いつの日に、そうした方を好きにすることができるだろうと、はるかなことに思っていた方が、思いがけなく、この土地へおいでになって、好き身ではあったが、お顔を見ることができたし、有名なことの音を聞くこともかない、日常のご様子も詳しく聞くことができている。その上、自分へお心をお語りになるような手紙も来る。もうこれ以上自分は望みたくない。こんな田舎に生まれた娘にこれだけの幸いのあったのは、確かに家宝のあった自分と思わなければならないと思っているのであって、源氏の常人になる夢などは見ていないのである。親たちは長い間祈ったことの事実になろうとする時になったことを知りながら、結婚をさせて源氏の愛の得られなかった時はどうだろうと、悲惨な結果も想像されて、どんな立派な方であってもその時は恨めしいことであろうし、悲しいことでもあろう。目に見えることもない仏とか神とかというものにばかり信頼していたが、それは源氏の心持ちも娘の運命も考えに入れずにしていたことであったなどと、今になって二の足が踏まれ、それについてする反問も甚だしかった。源氏はこの秋の季節のうちに、お嬢さんの音楽を聴かせてほしいものです。前から期待していたのですから、などとよく入道に言っていた。入道はそっと婚姻の吉日を暦で調べさせて、まだ心の決まらないように言っている妻を無視して、弟子にも言わずに自身でいろいろと支度をしていた。そうして娘のいる家の設備を美しく整えた。13日の月が華やかに昇った頃に、ただ、あたら夜の、かっこ、月と花とを、同じくば、心知られん人に見せ場や、
かっこ閉じる、とだけ書いた迎えの手紙を浜の館の源氏のところへ持たせてやった。男であると思いながら、源氏は脳死をきれいに着替えて夜が更けてから出かけた。良い車も用意されてあったが、目立たせぬために馬で行くのである。これ光などばかりの一人二人の友を連れただけである。山手の家はやや遠くに離れていた。途中の入り江の月夜の景色が美しい。紫の女王が源氏の心に恋しかった。この馬に乗ったままで京へ行ってしまいたい気がした。秋の夜の月毛の駒よ、我が子うる雲いにかけれ時の間もみん、と独り言が出た。山手の家は林泉の美が浜の屋敷に勝っていた。浜の館は派手に作り、これは湧水であることを主にしてあった。若い女のいるところとしては極めて寂しい。こんなところにいては人生のことが皆身にしむことに思えるであろうと源氏は恋人に同情した。三枚堂が近くて、そこで鳴らす鐘の音が松風に響き合って悲しい。岩に生えた松の形が皆よかった。植え込みの中にはあらゆる秋の虫が集まって鳴いているのである。源氏は邸内をしばらくあちらこちらと歩いてみた。娘の住まいになっている建物はことによく作られてあった。
月の差し込んだつまどが少しばかり開かれてある。そこの縁へ上がって、源氏は娘へものを言いかけた。これほどには接近して会おうとは思わなかった娘であるから、よそよそしくしか答えない。貴族らしく気取る女である。もっと優れた身分の女でも、今日までこの女に言い送ってあるほどの情熱を見せれば、皆、好意を表するものであると、過去の経験から教えられている。この女は、現在の自分を侮って見ているのではないかなどと、少女の中には、こんなことも源氏は思われた。力で勝つことは、はじめからの本意でもない。女の心を動かすことができずに帰るのは、見苦しいとも思う源氏が、おいおいに熱してくる言葉などは、明石の裏でされることが、少し場違いで、もったいなく思われるものであった。貴重の紐が動いて触れたときに、13弦の琴の尾が鳴った。それによって、さっきまで琴などを弾いていた若い女の美しい室内の生活ぶりが想像されて、源氏はますます熱していく。今、音が少ししたようですね。ことだけでも、私に聞かせてくださいませんか？とも源氏は言った。むつごとを語り合わせん、人もがな。浮世の夢も、半ばさむやと。明けぬようにやがて惑える心にはいずれを夢と湧きて語らん。前のは源氏の歌で、後のは女の答えたものである。ほのかに言う様子は伊勢の見やすどころにそっくり似た人であった。
源氏がそこへ入ってこようなどとは、娘の予期しなかったことであったから、それが突然なことでもあって、娘は立って近い一つの部屋へ入ってしまった。そしてどうしたのか、戸はまた開けられないようにしてしまった。源氏は強いて入ろうとする気にもなっていなかった。しかし源氏が躊躇したのはほんの一瞬の間のことで、結局は行くところまで行ってしまったわけである。女はやや背が高くて気高い様子の受け取れる人であった。源氏自身のうちに大した衝動も受けていないでこうなったことも、前哨の因縁であろうと思うと、そのことで愛が湧いてくるように思われた。源氏から見て近勝りのした恋と言ってよいのである。平勢は苦しくばかり思われる秋の長夜もすぐ明けていく気がした。人に知らせたくないと思う心から、誠意のある約束をした源氏は朝にならぬうちに帰った。その翌日は手紙を送るのに以前よりも人目がはばかられる気もした。源氏の心の鬼からである。入道の方でも公然のことにはしたくなくて、結婚の第二日の使いもそのこととして派手に扱うようなことはしなかった。こんなことにも娘の自尊心は傷つけられたようである。それ以後、時々源氏は通っていった。少し道のりがあるところでもあったから、土地の者の目につくことも思って間を置くのであるが、女の方ではあらかじめ憂いていたことが事実になったようにとって、
反問をしているのを見ては、親の入道も不安になって、極楽の願いも忘れたように、仏勤めは怠けて、源氏の君の通ってくることを大事だと考えている。入道から言えば、ことが成就しているのであるが、その境地で、新しく物思いをしているのが、哀れであった。二条の院の女王に、この噂が伝わっては、恋愛問題では、嫉妬する価値のあることでないと分かっていても、秘密にしておく自分の態度を、恨めしがられては苦しくもあり、気恥ずかしくもあると思っていた源氏が、紫夫人をどれほど愛しているかは、これだけでも想像することができるのである。女王も、源氏を愛することの深いだけ、他の愛人との関係に、不快な色を見せた、その折々のことを今思い出して、なぜつまらぬことで、恨めしい心にさせたかと、取り返したいくらいに、それを後悔している源氏なのである。新しい恋人は得ても、女王へ焦がれている心は、慰められるものでもなかったから、平勢よりもまた、情けのこもった手紙を、源氏は京へ書いたのであるが、奥に、今度のことを書いた。私は過去の自分のしたことではあるが、あなたを不快にさせたつまらぬいろいろな事件を思い出しては、胸が苦しくなるのですが、それなのに、またここで余計な夢を一つ見ました。この告白で、どれだけあなたに隔てのない心を持っているかを、思ってみてください。
近いしことも、かっこ忘れじと近いしことを誤ったば、三笠の山の神も断れ、かっこ閉じる、という歌のように、私は信じています、と書いて、また、何事も、しをしをと、まずぞなかるる、かりそめの、見る目は天の、すさびなれども、と書き添えた手紙であった。今日の返事は、無邪気な、可憐なものであったが、それも、奥に、源氏の告白による感想が書かれてあった。お言いにならないではいらっしゃれないほど、現在のお心を占めていますことを、お知らせくださいまして、承知いたしましたが、私には、新しい恋人に傾倒していらっしゃる、ご様子が、昔のいろいろな場合と、思い合わせて想像することもできます。うらなくも思いけるかな、ちぎりしを、松より波は越えじものぞと。応用ではあるが、悔しいと思う心も、確かにかすめて書かれたものであるのを、源氏は哀れに思った。この手紙を手から離しがたく、じっと眺めていた。この当座幾日は、山手の家へ行く気もしなかった。女は長い戸田絵を見て、この予感はすでに初めからあったことであると嘆いて、この親子の間では、最後には、海へ身を投げればよいという言葉が、以前によく言われたものであるが、いよいよそうしたいほど辛く思った。年取った親たちだけを頼りにして、いつ人並みの娘のような幸福が得られるものとも知れなかった過去は、今に比べて、王能の片端も知らない自分だった。世の中のことはこんなに苦しいものであろうか。恋愛も結婚も、乙女の時に考えていたより悲しいものであると、女は心に思いながらも、源氏には平静な風を見せて、不快を買うような行動もしない。